そういえば最近僕がねすっごいハマってることがあって、まあ、最近ってか結構前からなんだけど、お風呂が好きな方はぜひ聞いてください、まあ、お風呂にホットアイマスク、あのメグリズムのホットアイマスクっていうやつを持ち込んで風呂に使ったままアイマスクをするんですよね。それがねマジでめちゃくちゃ気持ちがいいんですよね。ぜひ1回でいいから試してみて。それじゃあ今日もですね、みんなでバトルやっていきますか。マリオ、マリオ連れてってマリオ、おマリオマジ連れてってくれてる、このマリオ。あー投げられたそんな中途半端なとこで投げないでさ、もうちょっと連れて行ってよ。ねえマリオ、どうせゴール取る気なんでしょう。わかるよ僕。はい、バネで相手を落とせ。お、めっちゃ面白そうだね。バネで相手を落とせ、初めてっぽいコースだね。どんな感じだろう、これは。こんな感じか、なるほど、なるほど。オッケーオッケー、わー危ねー危ねー、あ待って、危ない危ないってやべー、これめっちゃだ。おーやばいやばい、よし行け。ちょっと待って、これしっかり当てないとダメだな。危ない危ない、ほら、あ危ねーこれ自滅パターンもあるよ。オッケー来た、危ねやった、これトーナメント式でしょ。そして次はキノピコだね。よろしくお願いします、よろしくお願いします。そしてこのキノピコとの勝負です。いっけー、早く早くバネを持とう。バネは、おおお来た、いけー、あ惜しい一発でいけると思ったんだけどな。ちょっと待って、かいやこれ、ほらもう一丁、うりゃお、やったやったぜこれ強かったな僕。これみんなでゴールできるやつでしょ。みんな待っておこうか。マリオ何やってんの、マリオマリオ遊んでるで、遊びすぎじゃない。そしてあとキノピオは、あキノピコは、あ来た来た来た、キノピオはいないっぽいな。じゃあゴールさせてもらいますね。ピオマルかわいいピオマルめっちゃかわいいじゃん。何あの切ない顔、切な系。ウェンディーキャッスル、ウェンディーってあの女のブンブンみたいな感じの子だよね。まあプンプンもいるんだけど、まああの辺全員一緒だまああの辺全員一緒だよねさあ、え全員やられた、強っこのガボンウェンディーより強いんじゃないこの子ね、最強じゃんまたみんなやられてるちょっと落ち着いていこうみんなね、そろそろ落ち着いていった方がいいと思うんだよなね。よし、オッケー抜けた。これはこっちでいい、おみんなみんなあのウェンディじゃないガボンにやられてるね。僕はゆっくりとウェンディでも倒していきますか。あなるほど、ここでウェンディが来るのね。キノピオいなかった、キノピオいたよね。えはピオマルよくいるね、キノピオか。ぜひ応援してあげよう。ハッピーハロウィン。ちょっと遅いか、これ10月31日にしたかったな。まあハッピーハロウィン、どんなコースかって言ったら多分いろんな敵キャラが出そうな雰囲気ではあるけど、どうなんだろうねえカメ君めっちゃ消えた、あー何僕だけこれ取れたんだけど、熱い熱い、これめっちゃ熱いね。おしょけ俺は食らうがいい、よしょけ、ちょっといやこれちょっとオッケーうわ今のずるいよねこの猫、いや自分でも思うけどずるいわ。あマリオめっちゃ走ってんじゃん。スペース、絶対宇宙やわこのコース、ふわふわ系やろ絶対。ほらほらほら、ふわふわ系だけど、これどうしようか、これ右に行くのが正解なのか、どんどん上に行くのが正解なのか、どっちなんだろう。まあこれはしゃがじゃんで行こう、オッケーオッケー。でこれもう一回、うわみんなしゃがんでる、ジャンプで、このまま、あーやべ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 、よしこのまま渡っていきます、オッケー、いいねいいねいいね。そしてここもジャンプ、あこれも抜ける感じしないな、抜ける要素がないぞこれ最近こういうコース、おいいな、合唱大好きさんいるわ、強いんだよなあの人。レートはそんなにね
高くはないんだけど、いつも負けちゃうんだよね、合唱大好きさん。いや、リベンジしたいわ。キノピオだったっけ、合唱大好きさん。よし、それじゃあこっから行きます。うわ、キノピオ狙ってくるんでしょ。おお、やった。よし、これ1の1かな、どうなんだろう。1の1ではないな。あー、待って、危ねえ危ねえ。おー、ああいうのよ、ああいうのよ、危ないんで。あーマリオも、マリオも落ちたね。なんか悟った感じで落ちたね、マリオ。じゃあアイテム取っていきます。よし、マリオもアイテム取っていこう。うん、いいねいいね。マリオ、せめてさ、二人で協力していこうや協力していこうや。さあ、バトル用コース来ました。これは僕、緑もらっていきたいと思います。それじゃあ早速始めていきましょう。これはなんかアイテムかなんかあるのかな。なるほど、これを被っていくみたいな。オッケー、いいねいいね。これで頭上は大丈夫ってか。よし、これでもマリオ取ってってないけど大丈夫かな。うわ、大丈夫なのか、どうなんだろう。よし、あのキラーめっちゃ邪魔だね上にキラーいるけど、これは1回でも当たっていいってことでしょ。よし、これは、いや、こっちか下か。マリオ早いな。これはキノコ取っていきます。僕、ここアイテム14っぽいんでキノコ取っていきます。たまにね、ああいうなんかこうね、あのファイヤーバーとかあったらさ、こういうの、こういうの、こういうのね、アイテム取ってってよかったと思うんですよ、こういう時。よし、でもマリオ早いな。マリオアイテム取ってってなくない。あー、あぶねあぶねあぶね。よし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 、これはいいタイミングが重要ですよ。あ、たまたま、たまたまいいタイミングだね。よし、オッケー。で、ここでファイヤー。よし、あ、待って、これは踏んだ方が早い。よし、で、もう一丁。よし、もう一回、もう一回、もう一丁。よし、よし、オッケーやった、これ1位でしょ。1位じゃん、絶対1位じゃん。よし、さあゴールはどんな感じ。オッケー、マリオ負けねえぜ。パーフェクトピーク、ピークって豚とかじゃなかったっけ。パーフェクトピークってじゃあ完璧な豚って意味かな多分豚じゃないかな、どうなんだろう。よし、オッケー、これは抜けれるかな。いや、熱い熱いよ。ちょっと、ちょっと、よっけよっけよっけ。で、次はこのまま渡っていきます。これデカ取っていきます。はい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 、僕がこれをやればいいんでしょ。僕がこのオンオフすればいいんでしょ。あ、キノピオやってくれるのか。ありがとうありがとう。あ、でもね、やられるやられる、あぶねー。ドカン、よし、オッケーこれでいけるかな。いや、いけるね。オッケーオッケー。で、そしてこれは、え、これむずくね、これ走っていけってこと。スイッチ、インアフスイッチ、スイッチの中のスイッチ、まあ、そういうのさ、人気ランキングのなんか上位らへんのコースでよくあるコースですよね。画面の周りがスイッチの形になってるんですよね。あ、やっぱそういうコースか。あ、待って、これどうしようどうしよう。あー、取ってった方が良かったかな、どうなんだろう。うわー、取ってった方がなんか良さそうだね。怖いな、このコース。まあ、これはね、さっきも言った通りですね、これスイッチになってるんですよ、コースが。これめっちゃ可愛いよね。よし、オッケー、ルイージアイテムと思ったな。うわもうゴールか、早いな。よし、それじゃあこれでラストバトルにしようかな。今度はゼルダなんとかって書いてました。これがおそらくね、ゼルダのアイテムになるんじゃないかなと思うんですけど、よし、ナイスキノピオ。それじゃあこのまま進んで土管に入ります。これは、え、鍵、鍵ドアがあるのか。ということは鍵がどっかにあるってことね。オッケーオッケーオッケー。よし、一緒に行こうね、キノね、一緒に行こうキノピオね、と見せかけて取る。オッケーちょっと待って、ちょっと待ってって。よし、まあ、あの子ゼルダ、ゼルダリンクになってないから多分ね、いけると思います僕。はい、え、これ下でいいの邪魔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 それじゃあこのまま渡っていきたいと思います。で、これ左、オッケーオッケー、ジャンプ。これは怖いね。一回アイテム取っておこうか。多分ね、後ろにすぐ邪魔邪魔え、鍵がいるのか。嘘、鍵どこ。おそらく右の方に行って鍵を手に入れてこいみたいな、多分そんな感じだと思うんですよね。こっちでしょきっと。あ、ないね、こん中とかないよね。これブロックの中とか隠されてないよね、さすがに。ちょっと一旦壊してみますね。
絶対ないよね、絶対ないよね。何やってんの何やってんの俺は。ここで僕は何をやってるんだろう。もう諦めていいよねこれ。はい、この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。